11月3日日曜日の全国のお天気をお伝えします。天気回復し全国的に日差しが届きます。連休中日は行楽日和、洗濯日和となりそうです。ぜひ日差しを有効にご活用ください。東北地方、日本海側から北陸にかけては昼頃まで少し雲が広がりやすくなりますが、日中は日差しが届き穏やかな空が広がります。関東や東海、西日本は朝からよく晴れて青空が広がります。西日本太平洋側は予想最高気温25度前後と、少し日向では汗ばむ体感となりそうです。一方、東京の予想最高気温は21度と、日中非常に過ごしやすい体感となりそうです。ただ朝晩は冷えますので、各地調整しやすい服装でお過ごしください。北日本、北海道は少し雲が広がり、にわか雨の可能性があります。外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また札幌の予想最高気温12度と、この時期らしい気温ではありますが、前日よりも気温が上がらず寒く感じられますので、上着など暖かい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。